渡辺恵子です。よろしくお願いいたします。東京で生まれ育ったんですけれども、子供の頃3年間北九州に住んでたことがあります。ニューヨークには1999年にやってきました。私は美大卒業した後広告関係の会社にいたんですけれども、そこは本当のアーティストで社会生活というか、つながりがなかったりとか不器用だったりするいい作品がまだまだ世の中には出てないなということが気になって、社会とこうもっとつながるギャラリーがあったらいいなという活動をしていたんですね。ある会社がニューヨークに今度アメリカに進出にあたってデザインの打ち合わせで来てくれということで、ニューヨークにやってきて、その時にクライアントさんがせっかくアーティストなんだから売り込みに行きなさいと。でそこに日本人オーナー のギャラリー の方にお会いして、じゃあ個展をやってみようかという話から、じゃあスポンサーになりましょうって、もうそれがきっかけで、それじゃあもう来てしまおうということで、ニューヨークにやって、そうやって個展をしたりしてたんですけれども、そのギャラリーが閉じることになって、それでギャラリーを探してたんですけれども、なかなか出会いもなく、それでは自分で作ってしまおうかと。最初は自分のうちのアパートもリビングルームに絵を描けたり人を呼んだりするところから始まって、でやってみると私もやらせてとか日本からの問い合わせも多くて、それじゃあもう少し本格的にやってみようかなっていう感じで、クーギャラリーの最初はそんなアパートの中から始まったという感じです。アパートを出なきゃいけなくなった時もギャラリーをやりたいという人と出会って一緒に場所を借りて、すごくリーズナブルに空間を維持することができたり、企業がスポンサーとして参加してくれたりとか、その時その時ですごく多くの助けを借りながらギャラリーが運営してきたと思うんですけども、今の形態としては私はもうちょっと絵描きの方に専念して引っ張っていくのがいいんじゃないかということで、だいぶ集中して今までの経験とを生かして、また違う立場からやってみれたらと思います。もともとイラストレーターなのでテーマをもらって絵を描くということには慣れてたんですけど、絵描きにとって一番こう大変な時はテーマに行き詰まったり、どうしようか何が描きたいっていうところが辛い時があるんですけど、それがニューヨークに来てニューヨークの街っていうのが私のこのテーマとなって、もうこれはもうネタがなく枝が切れることなく進むことだと思いますし、いつかは多くの巨匠たちのように聖書とかバイブルの中のメッセージ描いてみたい。なんか絵っていうのは一個の哲学だったり考えであったり自分を表現するっていうんですけど、なんかそういう自分のなりのコンセプトとかこう表現したいものっていうものがちゃんと持ってないとっていう。星がねテーマになったりもするんですけど、夢を持って生きてる。でその時の気持ちとか感謝を持って、中でどう自分が表現するかっていう、そういうことを考えながら描いています。で、まず絵を展示してニューヨークの人たちに見せる。そこから先、本当次は売る、広めるっていうことは限りなく大変なこともあるんですけれども、アーティストとしてやっていく上でニューヨークで個展をやるっていうことは大事なことだと思う。でもやるっていうことで次なるところに進んでいった人は多いので、アレンジしたりする手伝いをしながら随分勉強させてもらうと思います。
て売れなくて当たり前だっていうところから、本当にやる人はそういう環境を作るところからやってますし、やっぱり表現する以上誰かに見せようとか、こう買ってもらおうとね、自分の家が広がってもらいたいというのであれば、もうまずは見せる、まずはこう何を言われても、もうその前に自分で批判しちゃいけなくて、自分が信じる通りのものを自信を持って、まず自信を持って書いて、自信を持って出してくる。いや、自分はちょっと下手なんですけどとか、ちょっと自信ないんですけどって言われたら、ね、それを売ったり見せようとしてる人たちも気が、なんかね、その一緒にやろうって気がなくなるので、まあ、才能というか、もう神様にもらったものをね、こう一生懸命努力して出していくっていう、それはアーティストだったらやっていかなきゃいけないこと。ニューヨークで初めて住んだアパートがチェルシーの、アパートだったんですけど、そこから見えるニューヨークの景色で、たくさんのビルとか窓が見えてて、まあ、一個ずつの窓にそれぞれの生活があるっていうことが本当にこうエネルギーになって、元気づけられて、でそのニューヨークを描きたい。で、星は常に私の夢で、絵は、旧約聖書の詩編の47編5節なんですけれども、神は喜び叫ぶ声と共に登り、主はラッパの声と共に登られた。で、こういう箇所があるんですけども、それを読んでもう自分なりのイメージで絵にしていってということ で、詩編は150編あるんですけど、今60ぐらいまで書いたので、あと残りをもうぜひ仕上げたいなというのが、まあ、私のこれからの課題でもあります。人生って、まあ、そんなに長くはないし、なんか不満を持ったり怒ったり憎んだりしてるよりは、本当に感謝を、ね、しながら楽しくこうなんか満たされて行きたいなっていう、たまたま絵が描けるということはなんか役に立っていけるんじゃないかというか、まあ、自分を知る上でももっともっと追求していきたい。